伊藤くん A2E は、ゆずきあさこによる日本の小説。2013年9月27日に、厳冬者から出版された。2017年に毎日放送の制作により、TBS 他一部同系列局で、放送の、ドラマイズムにて、木村彩の主演で、テレビドラマ化され、2018年には、岡田さ樹と木村彩の W 主演で映画化された。 2017年8月から毎日放送の制作により TBS ほか同系列の一部で深夜ドラマ枠ドラマイズムの作品として放送。全8話主演は木村彩乃。木村演じる E の女矢崎リオが開いたトークショーの恋愛相談企画に A から D の女が順次訪れそれぞれが伊藤くんのことを矢崎に相談し矢崎が見知らぬ。 伊藤の顔に身の回りの男たちを当てはめて脳内再生していくという形式になっており、岡田正樹演じる伊藤本人は終盤まで登場しない。2018年1月12日公開。主演は岡田正樹と木村彩のテレビドラマ版と同時進行で企画、制作された。ドラマ版では原作小説同様に伊藤くんを狂言回しとして AD の女たちを主人公としていたが、映画では岡田演じる伊藤くんと木村演じる E の女、矢崎をダブル主人公として、ドラマと同じ出来事の裏側を伊藤の視点で描いていくシーンが挿入されるなど、オリジナル性の強いストーリーとなっている。ありがとうございます。